中国に羽柴、北陸に柴田、四国に丹羽、関東に滝川。信長は本格的に天下統一に乗り出したようだね。おかげで信長周辺、京のあたりの警備はざるだ。それと毛利との話もまとまったよ。兵を挙げれば援軍をよこしてくれるはずだ。あとは丹波の明智殿だが、それに関してはお宅に考えがあるんだろう。これでお膳立ては整ったというわけだ。すべてお宅の計算通りと。信長は術中、あの言葉は嘘じゃなかったわけだ、松永殿。宗則、協力感謝する。礼としてお主に見せてやろう、悪が運命を凌駕する瞬間をな。久秀は生きていた。大和柳生の城に身を潜め、じっと待っていたのである。信長の油断を、信長周辺の警備が手薄になる瞬間を。久秀討伐後、本格的な天下平定に乗り出した信長は、重臣羽柴秀吉を毛利、柴田勝家を上杉討伐に派遣。信長の滞在する京本能寺にはわずかな手勢しか残っていなかった。久秀はこの機に織田の攻勢に苦しむ毛利と手を組み、信長を討って天下の運命を手に入れようとする。全てを織田家の中心、明智光秀の仕業に見せかけて。暗躍の将、新説本能寺の変。ようやくこれまでの茶番が実ったわ。信長が、光秀が、天下すべてが、松永久秀という大悪党を忘れておる。だが悪は滅びぬ。敵は本能寺にあり。悪党はお好きかね。毒のある奴もお好きかな。
は今卑怯者の旗を掲げよう。光秀が謀反したと思わせるのだ。これは卑怯の旗。三月光秀様、ご門を。ぜひも、もし松永殿、準備は整った。隠し通路に裏闇をも仕込んでおいたよ。本能寺周辺の地理も把握済みかい。恐れ入ったね。開門。明智軍を迎撃します。信長様には一兵も近づけさせない。開門。本能寺と二条城から敵が出てきたね。連携はほぼ立ってあるから確実に撃とう。運命だ。毛利も柳生も大事な戦力。奴らの力なくば我が輩の計画は達成でき。諸情を慌てるとめいて飛んでくるだろう。さすが松永殿、やり口は悪道。戦場中央を混乱に陥れよ。開門。よしよし、大混乱よ。これで本能寺の連中も逃げにかかるの。隠し通路からの奇襲で敵は崩れている。畳みかけてもいいんじゃないかね。本能寺への道をこじ開けよ。定勝は身を隠しより京を抜け、増援を呼べ。開門。運命だ。生きて出られては困るのでな。城から出すな。逃せば我が輩の負けだ。悪は勝つ。二条城も抑えて本能寺を包囲したい。信忠ちゃんが怖がって出てきてくれないの。二条城につながる隠し通路もあるんだ。それを使えばいいんじゃないかな。さすがは元就。この大悪党、悪知恵が唯一のごとく浮かぶの。焦らせるなよ。今夜の真相は全て闇に葬る。それまで。増援は必ず来てくれる。侵入路を確保しておくんだ。無駄な努力を速攻で封鎖してやる。運命だ。お首相様。運命だ。
塔のやり口を堪能してもらう。何を妃で、バカな、市議山城で爆死したはずだ。さすが松永殿、やり口は悪道。敵将討ち取ったり。開門。二条城制圧完了され、さてさて、そろそろ頃合いかな。おお、我らが主光秀様のご登場だ。仰せの通り信長を追い詰めましたぞ。久秀さん、生きていたのですか。それにこの奇境の軍勢は。とまあそういうことだ光秀、貴様には謀反人として死んでもらう。開門。それ聞いて、思い通りにはさせない。信長様は私がお守りします。謀反人光秀の侵入を許すな。門を閉じよう。閉門。皆騙されている。信長様を守り、誤解を解かれ。やるか。そのおらん、謀反人どもに一泡吹かせよ。信長公の側近たちが姿を消したね。何かあると見た方がいい。それまで。いや、全く大したもんだ。この労力、真っ当な方に向けられたらね。シリンより手間を奪う。お手合わせ願おうか。
伯、証明してみせるのじゃ。優しいのです。しかしここは危ない。あなたは逃げて、世に真実を伝えてください。父上、分かったのじゃ。ひさひでの悪行、必ず後世に伝えるのじゃ。開門。懲らしめにかならぬのう。してもらうぞ、ランマル君。小娘がおとなしくなったか。踏んじまって適当な箱に詰めておけ。明智軍が仲間割れを起こしているのか。今のうちに援軍を呼ぼう。開門。この後に及んで逃がしてたまるか。おい、奴らを生かせば我が軍の破滅よ。
手間を奪う。敵将討ち取ったり。体勢を立て直します。信長様は必ず守ってみせる。しぇ、光秀を逃がしたか。だが、こいつは必ず来る。その時こそ、本人として撃たれてもらわねば。さつ、良いな。怪我人は死ぬより手間を奪う。残るは信長のみ。いざ、石口頂戴戦開門。残念ね、そうはいかないの。姫様、私の隣、信長様を守ります。天下の剣だな。当然さ。私の子、忘れられなくした。運命だ。さすが松永だ。やり口が悪くて。悪は勝つ。すべてはこの策のため。中東の上に中東、君は悪の天才だね、キサヒデ。感心はしないが。お褒めにあずかり光栄の至り。その全てを見つけた上で私立なして、森家のためなら乗っかる月下加減。君は悪の天才だね、元成。感心はしないが。ご愁傷さま。あの人、また許すわよ、きっと。我が輩こそ天下無双の大悪党なり。おとなしくなったか。うんじばっておけ。あとは我が輩に任せよ。待たせたなあ、信長。今こそ貴様の運命を燃やし尽くしてやるぞ。よい、楽しもうぞ、キサヒデ。開門。この信長を何せよ超えてみせよ。運命だ。さすが松永だ。やり口が悪くどう。悪は勝つ。ぬるいぞ、久秀。この程度では信長の運命は燃えぬ。甘いわ、信長。貴様の運命はここで爆発よ。さすが松永。
君の剣は天下の剣だもん。当然さ。この信長をたばかりほふったか許す。最後まで強がりよって無課金。